高橋秀樹、高橋秀樹、高橋秀樹、1944年2月10日台は、日本の俳優、タレント、司会者。千葉県木更津市出身。身長181センチメートル、体重80キログラム、血液型は B 型。所属事務所は、アイウェイを企画。また、同社の取締役も兼任。妻は、 高橋所属事務所の取締役でもある小林明子。長女はフリーアナウンサーの高橋マーサ。父親は教職者で高校の校長を務めた。命名は当時の東条秀樹首相級生んだものである。船橋市立二宮小学校、千葉市立ケミ川小学校、千葉市立緑町中学校を経て、市立市川高等学校入学。 1961年、高校在学中に日活ニューフェイス第5期として、日活株式会社に入社。第5期の同期には、中尾明や龍崎勝る、高島京都、高島綾の父がいる。同年の映画、光源寺でデビュー。1962年、昭和37年、撮影所内で、事故死した赤木慶一郎の代役として日活より、 激流に生きる男で主演格となる。大部屋、仕出しを経験せず、いきなり役好きで出演するという、当時の新人俳優としては異例のデビューであった。1962年に日本大学芸術学部入学、翌年に中退。1963年、昭和38年、伊豆の踊り子では、吉永さゆりの相手役を務める。この年から数年間、 男の紋章シリーズをはじめとする人気映画の主演スターとして活躍するようになる。この時期、浅岡や浜田三雄など日活の若手俳優の多くが、雄二郎を慕って、石原プロモーションに在籍する中、堅実かつ貪欲に自らの可能性を探っていた高橋は、淡島千景の事務所に所属。1966年、昭和41年には、青春映画、 県会レジーの主役、南部記録を演じた。しかし、映画界の社用、観客数減少に歯止めがかからず、日活は1971年、昭和46年秋に低予算のポルノ映画作に、路線変更が決定する。これを機に、高橋は日活を離れ、本格的にテレビへ活躍の場を移す。1968年、昭和43年、 NHK 大河ドラマ、龍馬が行くで、土佐金納党の名手、竹市半平太役で時代劇初出演。および、1970年、昭和45年の、旗本退屈男、フジテレビ系にも主演。これらを皮切りに1970年代から1990年代前半にかけて時代劇俳優としての地位を確立する。1973年、 昭和48年、松竹作品の映画、宮本武蔵、監督、加藤康氏に主演。以降も原点である映画への思いは持ち続けていたが、1976年、昭和51年以降は、映画から離れている。1976年、昭和51年の、桃太郎侍、日本テレビ系。1982年、昭和57年の、演山の金さん。 テレビ朝日系1987年、昭和62年からは、三匹が切る。テレビ朝日系に主演し、いずれも自身の代表作の一つとなる。その後は、テレビ、舞台を中心に活動し、時代劇のみならず、現代劇作品や、バラエティ番組への出演など多岐にわたる。2010年、平成22年6月に、 総務省から、チデジ化応援隊隊員の一人に選ばれた。他のメンバー5人と共に、アナログテレビジョン放送終了までの1年間、ボランティアの形で、CM やチデジ推進イベントに出演、アナログ放送終了に向け、チデジへの切り替えを呼びかけた。2011年、平成23年、芸能生活50周年の節目に、アニメーション作品、 劇場版ポケットモンスターベーストイッシュビクティニトクロキ、英雄ゼクロムシロキ英雄レシラムでポケモンゼクロム役として初めてアニメ声優に挑戦した。同時に声の出演ながら三十六年ぶりに映画に復帰することともなった。司会を務めている同年の第三十三回隅田川花火大会テレビ中継、テレビ東京では小さな女の子から ポケモンの出演者と気づいてもらえたエピソードを語った。2012年、平成24年4月、神奈川県横浜市に本社を置く、ブリーズベイホテルの名誉支配人に就任した。2013年、平成25年3月16日、東京都台東区立浅草公会堂で行われた、第29回浅草芸能大賞受賞式及び、 第30回浅草名人会並びに、平成24年度、スターの手形検証式に出席。第29回浅草演芸大賞、大賞を受賞。2014年、平成25年1月2日に、テレビ東京で放送された新春ワイド時代劇、影武者徳川家康で、石田三成の歌心、島佐婚役で出演。高橋は1998年、 平成10年4月から7月、テレビ朝日で同作品が連続ドラマとして放送された際、主人公である徳川家康とセラタ二郎三郎の2役を演じている。ちなみにこの時の島佐根役は寺田実だった。1968年、昭和43年、NHK 大河ドラマ芝良太郎原作の、龍馬が行くで、土佐金納党の名手、竹市半平太を演じる。 これが初の時代劇出演となり、以後高橋は大河ドラマには欠かせないキャストなる。特に芝原作の作品では重要な役柄を演じており、芝の存命中に大河ドラマとなった作品にはすべて出演している。その後大河ドラマでは、1973年、昭和48年の国鳥物語では、織田信長を演じている。1977年、 昭和五十二年の家臣では芝の肝入りで河合嗣之助を九百九十年平成二年の飛ぶがごとくでは島津久光を演じて現役を広げている。また二千八年の宮尾富子原作厚姫では久光の兄島津成明を演じた。二千十五年の花も湯では島津成明と直将軍問題で対立していた井伊直助を演じる。 戦術の1973年の国鳥物語では、ストーリー後半の主役である、織田信長を演じ、当たり役となる。司会を務める歴史番組、日本史探求スペシャルライバルたちの攻防を宿命の、対決が歴史を動かた。では、信長を取り上げるたびに、自分は、信長の生まれ変わり、信長を演じるときは、セリフを覚えなくても、自然と出てくるときがあると公言するほど入れ込み、 信長役が自らにとってターニングポイントだったことを認めている。国取物語の後、しばらくは高橋に信長の強烈なイメージがついて回り、イメージの払拭、また様々な経験を積むため、しばらくの間は数多く寄せられた信長役での出演依頼を断っていた。しかし、19年を経た1992年、平成4年の正月時代劇、 戦国最後の勝利者、徳川家康、テレビ朝日系で、久々の信長役を受け、1994年、平成6年には、テレビ東京系、12時間超ワイドドラマ、小田信長に、主演、年輪を重ねた上での新たな信長像に挑んでいる。民放では、数々の時代劇に主演した、1970年、昭和45年の、旗本退屈男、 フジテレビ系を皮切りに1970年代から1990年代前半にかけて時代劇俳優としての地位を確立する。桃太郎侍では主役を務めるも、当初の設定は基本的に人を切らず、里して改心させるというもので、長屋の喧嘩を諌めるような人情話もあり、放映当初の視聴率は芳しくなかった。ある日主題歌を歌っていた。 南春夫とゴルフをしていた際、南から桃太郎、おじみですね。もっと時代劇は、すっきりしないと。高橋さんは、お派手が、お似合いですよ。と言われた。これをきっかけに、高橋の提案で、それまで原作に沿った、峰内だったものを、大人数を切り捨てる派手な盾に変え、クライマックスの衣装を黒の着流しから南張りの、絵柄の入った派手なものにした。 さらに登場の際には、犯人の面を被り、高倉健の人気映画からヒントを得て、一つ、人の世の行き地をすすり、と、殺人の最中に工場を述べるように変えたところ、人気が急上昇し、その後番組は5年間にわたり継続された。演山の金さんでは、刀を持たない町人に噴した、遠山金四郎の武器として、濡らした手ぬぐいを使った盾が人気となった。また、 三匹が切る。では、役所工事、春風亭小朝とのコンビネーションが人気となり、1995年、平成7年まで7シリーズが制作されている。高橋は6作目まで、リーダー格の八坂平四郎役を演じた。テレビ東京系の正月恒例の新春ワイド時代劇では、同番組の前身である。 十二時間超ワイドドラマと、名打たれていた九百九十一年に、次郎朝三国史で、初めて主演、九百九十四年、平成六年に、上記の信長で再び主演している。その後、二千七年、平成十九年、中心暮ら用全員の陰謀では、柳沢義康を、また二千九年、平成二十一年には、ねね女対抗期で、徳川家康。 さらに2010年、平成22年には、野球部芸長で、竜胸のりを演じている。1973年、昭和48年の、ぶらり、新兵道場破り、原作、山本周五郎、富士テレビ系のような、軽妙な人情劇や、近年では2004年、平成16年、2007年、平成19年の、慶次郎縁側日記、HK など、 殺人よりも人間ドラマや推理劇をメインとした作品にも出演。2009年、平成21年には坂の上の雲でも小玉玄太郎役を、また2012年、平成24年2月19日放送の必殺仕事に2012、ABC テレビ朝日系では人生初の悪役を演じるなど近年は主演以外でも活躍している。また、 既存の時代劇に懐疑的、批判的な一面もあり、それなりのキャリアを積んだからといって、高門様になろうとは思わないとも発言している。現代劇作品にも、1974年、昭和49年の、六話のカモメ、フジテレビ系、以降、1979年、昭和54年、1981年、昭和56年の、 判決、テレビ朝日系など、時代劇作品と並行して、数多く出演を続けており、近年は二時間サスペンスにも主演している。二時間ドラマでは、特に1990年、平成2年に初めて演じた、西村京太郎作品の戸塚川警部役が知られている。2000年、平成12年からはそれまでテレビ朝日系、土曜ワイド劇場で戸塚川を演じた。 三橋達也から役を引き継いだ。毎年新作が制作され、戸塚川を演じた本数は交代後33作に達している2016年平成28年末現在。1986年のドキドキンチャンスピリッツへのレギュラー出演以来、様々なバラエティ番組やトーク番組にレギュラー、またはゲストとして出演している。きっかけの一つは、 一人娘のマオが小学生だった当時、トンネルズの皆さんのおかげですの大ファンだったことから、この番組のコントに出演した。また、当時自分の出演していた時代劇のポスターを見ていた小学生の子供が発した、このおじさん、誰だろうとの言葉がきっかけだという。上記のトンネルズの番組のコントでは、シャネルやルイ・ヴィトンの柄をあしらったスーツを着たイヤミナ。 大物俳優を演じている。秀樹自身もこのステレオタイプな大物俳優のパロディというコカルな役どころを危機器として演じたという。当時、トンネルズのオールナイト日本で語られたところによると、その返礼としてトンネルズから魔王宛のサイン色紙が届けられたという。後年、魔王がフジテレビアナウンサーとなって以降は番組のコーナーレギュラーに起用、北名トランや もじもじくんハイパーなどされ、高橋親子との交友は続いている。また、なおが中学生の頃、スマップの中井雅宏のファンになり、クラスで人気だったスマップと父との共演を望み、どうしてパパは、スマップと共演できないのと言われた。これに奮起した秀樹は自ら ABC のスタッフと出演交渉し、1995年、平成7年に、キスした スマップにゲスト出演している7月8日放送文。ただし、この回に中井は出演していなかった。2007年平成19年3月4日に英樹がいつ見てもハラン万丈に出演した際には、マオからのこんな理想的なパパはいないと思うとの内容の手が紹介され、うっすら涙ぐむ場面も見られた。2003年2月24日。 2009年1月6日の笑っていいとも関係者事情聴取犯人は誰だのコーナーでゲストして出演。下戸のため酒はたしなまないが日活の若手スターとして活躍していた頃から月20日間は銀座のクラブや京都で遊び石原雄二郎、小林明といった先輩俳優に習って後輩たちにおごりまくっていた。しかし、そうした スタージェントした宝刀三昧の生活で、飲み代の支払いはすべて、付けで会社からの前借りを繰り返し、20代にして、借金が、当時の金額で3500万円ほどに、膨れ上がっていた。高橋自身、結婚後に、この事実を知るが、妻や妻の両親、家族は、借金も、財産、信用のうちとこれを寛大に受け入れる。その後、高橋は夜遊びをやめ、 年間70本に及ぶテレビの仕事をこなし、2年ほどでこの借金を完済している20代の頃、映画、伊豆の踊り子で共演した、女優、何は千恵子から言われた、あんた、変わりはったわねの一言も、その後の猛勢を促すきっかけになった、という。趣味は、家族と公言するほど妻子を大切にし、唯一とも言える趣味は、ゴルフ程度だったが、2003年、 平成15年7月から9月に放送された、趣味悠々鶴太郎流木祭が塾、んくてれ出演し、講師の片岡鶴太郎から手ほどきを受けたことを、きっかけに、日本画と書道をはじめ、各所で個展を開催、自身の公式サイトでも、書道作品の一部を公開している。若い頃は見かけによらず虚弱で、風邪を引きやすかったという。当初は、寒布摩擦を霊降していたが、 ある日、本で読んだ、たわしで体をするという健康法に興味を持ち、これを取り入れている。身体全面は、自らが、背中は付き人に反らせている。それが済むと、今度は両手で顔を思い切り100回ほど叩いて、刺激を与えている。以来、亀の子たわしを愛用し、仕事に入る直前には、気合を入れる、一回血液を全身に回らせて新たな、役作りに入るという意味合いで、 この健康法を30年以上続けており、すっかり風邪をひかなくなったと語っている。一方で、テレビドラマでは、船長シリーズ、土曜ワイド劇場などで、鉄道連絡船や長距離フェリーといった、大型旅客船の船長役を演じているが、高橋自身は、会場の乗り物に、弱く、むしろ船酔いしてしまうという。また、毎年春先になると、ひどい花粉症に悩まされ、 十数連発ものくしゃみに見舞われるとのこと。59歳の頃には、原因不明のめまいの症状に襲われ、以来しばらくの間、病院からテレビ局に直行するという生活を余儀なくされている。そんな時に出会ったのが、同年代の芸術家である、宮崎県在住のガラス作家、黒木邦明という画家で、フレスコ画の国内大一人者である、木根谷孝二で、 二人の制作現場を見せてもらう機会があり、そこで間近に作品に取り組む強いエネルギーに接する中で、いつしか症状も和らいでいったという。以来、海外旅行先でも真っ先に訪れるのは美術館。エネルギーをもらいに、と語るほど、絵画や美術作品を愛好している。雑誌歴史人に、高橋秀樹の歴史2を掲載しており、それらをまとめたものが、 高橋秀樹の面白、日本史として出版される。この本により、第二回、野村古道文学賞特別賞を受賞する。時代劇において、殺人の手を覚える速さとその手数の多さには、人並み外れた能力があり、殺人の技術は時代劇スターの中でも、群を抜く。時代劇特番やバラエティでその技を披露することもしばしば。また、単に、 切るだけでなく、納刀のフォルムや光らせ方など、刀の見せ方にも多くの技術を持つ。盾にはこだわりがあり、殺人を披露する機会には、殺人のパートナーとして、信頼多く、ミネランローを指名することが多い。朝岡ルリコからは、デビュー当時から講師にわたって、指導を受けており、当初は千葉市より電車で、調布市の日活撮影所まで通っていた。しかし、 石原裕二郎の口利きで、調布市の朝岡宅に下宿し、食事を朝岡の母親に作ってもらったりと、物心両面で世話になった。このことから朝岡とは、今でも実際の指定のような関係で、頭が上がらないとのこと。ちなみに、高原寺で朝岡と共演した時は、高橋は弟役にもかかわらず、朝岡に、お兄さん役だと思ったと言われている。 石原裕二郎からは、高橋が若い頃、お前は足が短いから着流し姿で人況者はどうだとアドバイスを受けたことがある。高橋は祐二郎のこの助言により、短所を逆手に取った思わぬ形で目が下ことなり、1963年以降、男の紋章シリーズなどの人況映画へ出演する。男の紋章への出演が決まった高橋は18歳の、 頃から一時、所属事務所の先輩女優である、淡島千景と、舞台作品で、数多くの相手役を演じた二代目、小野松小六の門弟となる。そこで一年のほぼ半分を、松六一座の舞台で、時代物を演じるための着付けや所作、基本動作、日本舞踊など基礎を、徹底的に学んでいる。ちなみに二代目、小野江小六は、第一回大河ドラマ、花の生涯で、 主人公、井い直介を演じており、2015年の大河ドラマ、花もゆでは高橋が同じく、井い直介を演じている。師匠と同じ役を演じることについて、高橋は非常に感慨深いと語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。